演じてみてもやっぱりつかみどころのない人だなとやってて思いましたね。でもそれが本当に私の中では新鮮で、私もふわふわゆりと一緒になんか気持ちよかったです。でもさっき監督が言ってたんですけど、やっぱこうタイトルじゃないですか。タイトルそうです。なんかタイトルに人のセックスを笑うなっていうので、それだけでロケ場所を貸してくれなかったりっていうことが多かったらしくて、すごいロケ場所を探すのが大変だったらしいんですね。それを聞いて、一番挑戦だったのはタイトルですね。僕は自分自身の言葉を出すことが挑戦でしたね。それは青森の言葉ってことですか？まあそうですね、僕は出すつもりなかったんですけど、なまってしまってるっていうのがあって、本当にこれって僕大丈夫なのかなとかって思ってたんですけども、まあそうせざるを得なかったところがあるので。行ってらっしゃいって。でもそっからは遠くで見てます。距離を置いて巣立っていく、どうやって行動するのかを、巣立っていく子供じゃなくて、なんかひな鳥のような感じをなんかニヤニヤしながら見てて、そうですね、また距離を置いて見られるとですね、またこっちもですね、また違う緊張感があってですね。すごいですよ、監督は。やっぱり背中を押してほったらかしにするってことは、ある程度まで計算されできてるってことですもんね。ここまでの範囲だったら、ここまでややだったら、この人たちが何しても大丈夫みたいなところは、多分きっと決めてますよね。境界線のなさが途中でちょっと不安になりましたね。大丈夫なのかなこれって思ったら、ものすごくほとんど使ってました。いや、本当にリトグラフってすげえなと思いましたね。僕初めて見たんで、その後にあのあその時エッシャー展やってて、渋谷の文化村で、それ見に行って、すごいんですよね、あの人のリトグラフ見て、ああすげえと思って、ちょっと感動してましたね。いや、大丈夫です。ちょっとだいぶ時間も経ったので、また改めて見たら、セリフかもしれないです。大丈夫です。あれは、なんか本当に、内山君が嫌がっていたので、脱ぐことを、ためらって、本当に恥ずかしそうにしていたので、ちょっとこっちが上に立たないと、私も鬼ぐらい言われたんで、本当は。で、そうですね、ただちょっと私もちょっと心が痛みすぎてですね、ちょっとテンション上げました。作品はなんか言ってるような気がするんですよね。ですので、まあぜひ、本当の恋を、本当の恋が多分この作品にはあるので、堪能していてくれればなと思います。